こんにちは。山佐言語文化学院の小村です。日本語を勉強している人なら誰でも合格したいテストがありますよね。それは世界中で行われている日本語能力試験です。 JLPT ですね。今日は2019年7月に JLPT で見事に合格した皆さんに勉強のコツ、そして心構えを聞いてみたいと思います。皆さん聞きたいですよね、はい、だったらこのビデオを最後まで見てくださいね。きっとたくさんのヒントがあると思いますよ。じゃあ始めましょう。はい、ではまず皆さんJLPT 合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、でまた本日は忙しいところありがとうございます。はい、では今日お集まりの皆さんにまず自己紹介をお願いしたいと思います。名前と国、 JLPT の合格レベル、そして日本語を勉強して何年ですか、それから山佐に来て何年ですか、そして最後に合格した時の気持ちを教えてください。私はカルロスと申します。ブラジルから参りました。今回は ND 合格をできました。2014年に日本語を勉強し始めたから、もうすぐ5年になります。5年ですか、すごいですね。山さんに言うのは、はい、来週はちょうど1年になります。はい、合格した時は、まあ、ちょっと予想してたから、その自分が合格できたと思ってたから、そんな高い気持ちとか感じてなかったんだけど、まあ嬉しかったです。よかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ私はルディと申します。ブラジルから参りました。今合格レベルできたのは1です。で日本語の勉強を始めたのは高校3年生の頃だったけど、はい、あの頃は授業の合間にとか、それで次は大学に行って、その大学の授業の方が大事だったからちょっとだけ勉強して、それで仕事でも仕事の合間にちょっと勉強したんだけど、でも本当に日本語の勉強に集中できるのは2017年3月ぐらい。あ、そうですか。じゃあまだそんなに長くないですね。そうですよ。でも勉強の合間に日本語の勉強した、学校の勉強の合間に日本語を勉強した、頑張りましたね。はい、ありがとうございます。はい、それで山沢は、来週はちょうど1年間になります。あ、1年ですか。ですか。合格してどんな気持ちでしたか。ちょっと安心しました。安心したそう、今まではその JLPT の勉強をするで頑張ったんだけど、まあそれは日本語に第二だけど、でもこれからはその JLPT の勉強しなくても大丈夫、これからはただ日本語の勉強をするだけで、そうですね、試験の勉強じゃなくて日本語の言語、そうですね、言語の勉強をするということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。はい、大石さんと申します。中国から参りました。今回合格したレベルは N1 です。正式的に日本語を勉強するのはこれはこれから1年目です。はい、山下で勉強するのはもう6ヶ月経ちました。はい、はい、初めて日本語に興味を持つのは中学校の時です。その時は僕の隣の席のカズメイトは日本語のハーフなので、日本人のハーフなので、なんかでも日本語は話せないので、なんか日本語の勉強をしています。その時はカナダだけ勉強しました。でもなんか文法などの勉強はなんか今年から初めて勉強しました。そうですか。
はい、犬石を動かした時は、まあ、びっくりした気持ちで、うん、最初は犬石を受けたいと思って、でもなんか犬2を受けたいと思って、でもなんか頑張ろうと思って犬石を受けました。そうですか。そして合格、はい、よかったですね。はい、ありがとうございます、はい、素晴らしいです。はい、ではですね、じゃあ次に日本語を勉強する目的を教えてください。はい、誰からでもいいですよ。どちらなんですか。はい、ずっと日本に住みたいですから、はい、まあ、日本語を身につけるのは大切だと思うから、そういう目的にして日本語を勉強したんです。あ、そうですか。日本に住みたい。日本に住みたい。あ、じゃあ当然仕事もしたいということですね。そうです、はい、そうですか。はい、じゃあ私はね、ブラジルの方では理系ブラジル人は多いだから、その私が育った頃でテレビでは特撮とかアニメとか、その日本の番組が本当に流行ってたから、私ずっとその環境で育ったから、漫画を読んでアニメを見て特撮を見て、ずっと日本語の日本の文字を見て、あ、これいいなと思って、ずっと勉強した方、その趣味を自分でも読めるように 見ることができるように、ずっとなんかその勉強した気持ちがあったんだけど、あの頃はできなかった。なんか大人になった後では、あ、じゃあこれからは勉強すると思って。あの子供の時は勉強したくてもその環境がなかったので、今は思いっきり勉強できますね。はい、はい、思いっきりできますね。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあやはり目的は日本で進学したいです。はい、うん、進学したから、してから日本で生活できるならもう一番だと思います。あ、そうですか。進学したい。はい、そうですか。大学進学ですかね。はい、はい、カロスとジョアキンさんはブラジルですよね。はい、漢字がない国ですね。はい、はい、漢字の勉強はどのようにしましたか。そうですかね、うん、これはきっとみんな聞きたいと思いますよ。そう、うん、私前言ってたでしょ、ずっと昔から高校生、うん、3年生から勉強してた、うんうん、で高校3年生はひらがなとカタカナを覚えて、うん、まあそんなに難しくない、うん、でも漢字の勉強はあれは本当に本当に難しかった、はい、であの頃私は一番いい日本の違法語を探した。でも私はただ探しただけ、うん、はいはい、ちゃんと勉強しなかった、はい、それでそのいつもただあこの方法があるとこの他の方法がある、ただそれを探して、でももうちょっと大人になったからは、あ、じゃあ一度やってみよう、それで私したのは、うん、本当に簡単なこと、漢字を書くこと。書くことですね。そう。あ、そうですか。それをその今まで書くことはしなかった、はいはい、だからなんか漢字はちょっとだけ覚えて、うん、でも本当に後では、え、これは何だったっけ、うん、でも書くことによっては、あ、覚えました、うん、そうですか。それはあのこのビデオを見てる人たちにとってもいいヒントになると思いますよ、うん、漢字を書いて覚えたということですね。まあ最初はちょっとだけでも、うん、あとは何回も何回も同じ漢字を書くと、はいはい、それで漫画からも漫画を読んで、その何回も同じ漢字を読んで、あ、覚えました。そうですか。ああ、そうですか。ありがとうございます。どうですか。まあ僕にも多分一番いい方法だと僕にとっては本当に書くは本当に大事だと思います、うん、あのその漢字を書いたら、あ、この部分、この漢字の部分は他の漢字にも使えるとか、うん、そういうことを覚えて、他の漢字にもあの他の漢字を覚えるときは、ああ、あの漢字にもそういうこの部分がこの、ね、はい、うん、こ
同じ部分があったっていう感じがしていて、あ、じゃあこれも書いて新しい感じができて、で読み方もあるその漢字のある部分がその漢字の読み方になるかもしれないから、それを知っていたら漢字を知らなくても読める。で多分あのその言葉の意味は分かるんですが、多分漢字は読めない。でももしその部分だけを知っていたら、読んでいたら、ああこういう意味ですかとかとかということが、まあ覚えられるということなんですが、そうですね、漢字が分かると読解の時はね、とても有利ですよね。そういうことですね。そうですよね。確かに。お父さんはどうやって勉強しましたかって聞くの、まあ、漢字でも日本の漢字と違いますもんね。まあ書く、僕の方法も書くです。はい、書くときにその漢字を使いたいなら、もうな書き方あまりなんか覚えがない時に、はい、まあ人を見ると、あこうやって書くのだ、こうやってなんか何回もやってもまあ覚えるようになります。あ、やっぱりじゃあ皆さん漢字の勉強は書くことだ、書くことということですね。はい、もうねこれを見ている人にぜひ声を大にして漢字を書いてください。はい、書いてください。本当に書いてください。そういうことですね。平仮名ではなく漢字を書いて、はい、いいヒントがありましたでしょうか。はい、じゃあ次ですね、はい、これから受験をする人のために何かアドバイスをお願いします。じゃあ私から、はい、その DLPT にあんまりこれが全てと思わない方がいいと思う。DLPT は、まあ、テストとしてはいいテストだけど、それはただ私の今の日本語のレベルを分かるためのテスト。まあ仕事を探すのはもう便利になるんだけど、でもあ DLPT 不合格だったとかで、あ私は日本語できないとはそれは絶対思えない。ただこれからはなんかちゃんとこれが私足りない分でこれの勉強が必要とかで、で DLPT は全ての日本語も収めていないから、そのいろんな人が違うことが必要だから、なんか本当に喋るが上手な人がいるんだけど漢字が読めないだから JLPT はできないかもしれないんだけど、だから自分には次に何を勉強するのヒントになる。そうですね。だから JLPT は全てではない。で本当に JLPT に合格したいならは JLPT のその構成を勉強して、大体はいつも同じような問題がするから、そのあこれはどうやってこの問題を解決することに時間がかからないように、あこれはもう慣れてるでテスト中は緊張しないだから、ちゃんと模擬試験とかその問題のドリルをするで、本当にテスト来ている間にはあこれはいつもやってることの感じになるから緊張しないで自分の力を発揮できると思います。そうですね、あのテストのパターンを覚えることも大切ですし、あの問題に慣れることですね。そうするとテストの時も緊張しないということですね。じゃあたくさんやったんですね。はい、どうぞお願いします。例えば JLPT の問題だったら、僕にとってはあのその JLPT の例えば文系語彙その文法読解そういう全部含まれてるから、自分の弱点を知って、でその弱点をもうなんかそれを強い点になるだけではなくて、なんか自分の強いところもたくさん勉強して、でそのもし本当に JLPT で合格したいのなら、じゃあ私が例えば語彙が私の強い点だったら、じゃあ語彙をたくさん勉強して早く問題を解けるようになっていて、でそのテストを受けるときにはじゃあ自分の弱点
のと自分の弱点、例えば自分の弱点は読解だから、じゃあ他のところは早くできるから弱点をちゃんとゆっくりできるからという感じですね、うん、だから 僕の弱点は本当に読解なんで、僕は読めるのがちょっと遅いですから、じゃあ僕はいつも受験とかテストだったら読解から始まっていて、ゆっくり読解をちゃんと読んで答えて、で、まあ、他の質問は早くできるから、それはあまり気にせずに、なんか自分がちゃんと勉強したから知ってるから早く解けるから、じゃあこれだけをちゃんとゆっくり読んで、ゆっくり理解、理解して答える。カロさんは自分の強いところをもっと勉強して、それにはテストの時に時間をかけないで、はい、そして自分の弱点である読解は少し時間をかけて、少し時間をかけても大丈夫、ね、大丈夫という時間配分がとてもね、はい、上手にできたということですね。そうですか、ありがとうございます。ちょっとさ、はい、僕のなんかアドバイスは、うん、その自分の得意分野でなるべく点を取ることです、はい、まあうん、NEC は100点なんかで合格指数だから、自分で得意のところを、例えばなんか読解で得意なら読解でなるべく50点以上取ったら、他の部分で例えばその30点くらいだけ取ったらもう合格は確定だから大丈夫と思います。まあ人によってなんか得意分野も別々かもしれないけど、自分の得意分野でなるべくミスをしない方が、なんか時間をかけてなるべくミスをしない方がいいと思います。それと、はい、それと、うん、なんか限られた時間でその問題を解く練習をすることです。こうやってその時間中に緊張しないで自分のリズムを保つこともできます。あ、そうですか。じゃあ普段から時間を計って練習をしていたということですね。はい、そうですか。それはとてもテストに役に立ちますね。はい、はい、まあ、皆さんなんだかもう本当にとっても勉強したということですね。やっぱりテストはね、緊張しますし、何があるか分かりません。でもその時に自分の得意分野で点が取れるように皆さんね、勉強されたということですね。そうですか。じゃあ最後にですね、自分の将来の夢を教えてください。はい、もうちょっと笑顔で話しましょうか。そう、未来の夢かいや、私もともとはブラジルではゲーム開発を勉強して、うん、それでは任天堂に入ったんだけど、でも任天堂そのすごく大きい会社で、うんうん、多分ニンテンドには入らないと思うんだけど、でももうちょっと小さめな会社に最初に入って経験を積んで、どんどんそのゲーム開発の階段を上って、まあ世界中にみんなが楽しく遊べるゲームを作るかな。あ、でもそれはね、世界中の人のためにする仕事ですよね。早めにサインお願いします。そうですね、今のうちにサインをもらっておくのもいいかもしれないですね。将来できるけど、将来の夢、なんか夢なんですね、ちょっと難しいだから夢になる。あ、夢はね、消えてしまうので、目標にしましょうかね、目的にしましょうね。はい、夢は目が覚めたら消えてしまうよね。そう、だから目標にね、目標にしときましょうかね。はい、じゃあどうですか。僕の夢はやはり日本、なんかとりあえず日本語のレベルは日本人くらいのレベルになんか上達できるのはいいと思います。それと日本でなんか生活してなんか仕事をして、まあ独立した方が ならいいかなと思って。独立というのは自分で会社を作るということですか。いや、そう、まあ、うん、そんなったらいいかな。いいですね。そうですか。ぜひ頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ最後、はい、自分の夢は、うん、まあ、自分の目的は、うん、まあ、とりあえず日本に住んで、その、まあ、
言いにくいというより難しいですね。なんかその気持ちを表れることが多分ごめんなさい。自分の目的は日本に住んで、でもし、まあ、もし本当にできたら、まあ、小説家か漫画家やめなること、まあ、多分小説家は僕にもっと僕はもっと小説家に向いてるかもしれないと思うから、書くのが好きなのかな、物語とかそういう想像のが好きなのから、まあ、まあ、多分ゲームのスクリプトとかも、慣れるかもしれないと思うから、それを一緒にゲームしよう。一緒にゲームしよう、そう、そういうことで、まあ、未来は将来のことわからないからね、はい、で、まあ、そういうことで、でも小説家ですか、いいですね、はい、ぜひ達成してくださいね、はい、はい、頑張ります、頑張ります、はい、じゃあ、本日は皆さん、ありがとうございました。このビデオを見ている次に JLPT を受ける人たちもきっと皆さんのように話を聞いて頑張ると思いますよ、ね、はい、はい、じゃあ皆さんも次の目標に向かってぜひ挑戦してください、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんどうでしたか。たくさんのコツやそれからヒントがあったと思います。次は12月ですね。皆さん JLPT 頑張ってくださいね。